エリーザベト・フォン・ハップスブルク、または、エリーザベト・フォン・エスター・ライヒは、ポーランドをおよび、リトアニア大公である、カジミエシュ四世の日。ポーランド語名は、エルジュビエタ・ラクシャンカ。ローマ王・アルブレヒト2世と、非エリーザベト・フォン・ルクセンブルクの次女。姉に、チューリンゲン・ホーハク・ビルヘルム3世夫人、アンナ、弟に、オーストリア公を継承し、二つの王位にもついた、ラディスラウスがいる。 1439年に父を、1442年に母を幼くして亡くし、一族のフリードリヒ3世の貢献を受ける。1454年にカジミエシュ4世と結婚し、二人の間には、曾祖,祖父、祖父、おじと同様に、ボヘミアとハンガリーの王を兼ねたウラースロー2世、相次いでポーランド王位を継承した、ヤン1世、アレクサンデル、 ジグムンと一世以来13人の子が生まれた。エリーザベド・フォン・ハプスブルク。ありがとうございます。